ビジネスブレイクスルー大学は東京都千代田区六番町一の七に本部を置く日本の株式会社立大学である2005年に設置された大学の略称は BBT 大学日本初の遠隔教育による経営大学院を持つ大学院大学として文科省の認可を受け開学その後経営学部が設置され学士課程も整えた 現在の学長でもある大前健一が2005年に専門職大学院を設置するビジネスブレイクスルー大学院大学として開学した東京都千代田区のキャリア教育推進特区を利用した株式会社立大学であるその後2010年には偏差値に縛られずに個々人の能力を最大限に引き伸ばせるような教育を行うことを目的として 学部を新設してビジネスブレイクスルー大学と解消した。すべての授業がインターネットを活用した形で行われているなど多くの事柄が従来の大学とは大きく異なっている。他の通信制大学で行われているようなスクーリングが存在しないため一度も登校することなく卒業し経営の学士を取得することが可能となっているではスクーリングが実施されているが 当日の参加は必須ではない。時代背景として、アジアを中心とする新興国の市場規模が拡大する。一方で、日本は人口の大縮減時代に入り、その経済規模も縮小していくことが見込まれている。これからのビジネスシーンで生きていくには、世界の誰とでも意思疎通でき、どこでも活躍できる人材になることが大切である。グローバルリーダー。 パスファインダーになるための学びの場を提供することを以下のようにビジネスブレイクスルー大学の精神としている。教育上の理念ビジネスブレイクスルー大学は知的創造を礎に国際的視野と開拓者精神を持ち先駆的指導者たらん人格を寛容し世界社会に貢献するをもって見学の精神とすると歌う。ビジネスブレイクスルー大学のロゴマークは地球が 無限大のマークに包まれているデザインである。地球はネットワークで結ばれ、人間の可能性は教育によって無限に引き出されるという意味を込めてデザインされた。株式会社ビジネスブレイクスルーは経営に携わる実務家講師陣によってビジネスパーソン向けにマネジメント教育プログラムを提供し続け、その受講者数は延べ46,724人となっている。 2005年12月に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場した。東京都千代田区は構造改革特別区域計画として従来の学校教育と実社会を結びつけるキャリア教育の推進を目的としたキャリア教育推進特区を内閣総理大臣に申請し2003年10月24日にその認定を受けた。 同区において株式会社による学校の設置が可能となった。ビジネスブレイクスルー大学は経営学部の一学部で構成する。経営学部はグローバル経営学科と IT ソリューション学科の2学科が設置されている。経営に関する知識をグローバルに広げるのか、IT と経営の無限の可能性にかけるのか、目指す将来の方向性に応じて、いずれかの学科を選択する。 4年生である。グローバル経営学科世界中の経営経済の最新動向や経営の格論、個別領域を多角的に学び、日本だけでなく世界的に活躍できる人材を育成するための学科。IT ソリューション学科世界中の経営、経済の最新動向に加えて、IT を駆使した経営ソリューション構築法を多面的に学び、 IT を武器に課題を突破できる人材を育成するための学科。大学院は経営学研究科の一研究科で構成する。本科が設置されており、2年制である。2016年4月より経営学研究科が1、先行3コース制に移行する。経営管理専攻を徹底して経営に関して学ぶことで、 自ら問題解決を図れるトップマネジメント、新しいビジネスを創出できる能力が身についた人材を育成する MBA プログラムである。経営管理専攻では、経営知識を存分に活用するために必要なビジネス社会における共通認識となっている、論理思考を教育している。そしてその基礎の上に、マネジメントを体系的に学ぶために必要な経営戦略、アントレプレナー、 マーケティング、財務、統計、組織人事、IT という7つの分野について教育している。特徴は学長、大前健一が考案したルタックスを毎週必修としているところである。ルタックスは現在進行型で実際に起きている出来事をケースとして取り上げ、集団での討論による知的多流自愛を通して過去の経験や組織内の論理のみにとらわれない。 実社会で使える思考、行動様式を2年間にわたり教育している。グローバリゼーション専攻グローバリゼーション専攻は、基本的な経営手法を学んだ上で、英語圏においてとにかく、仕事をやり抜き、結果を出すことにこだわった実践的な MBA プログラムである。英語でビジネスをいかに展開していくかということに重きを置いている。世界でビジネスを成功させていくために、 グローバリゼーション専攻では実際の失敗事例をもとにした事例研究、外国企業及び現地事情の調査、研究、現地での成功の方程式、英語を用いた意思疎通の反復実践などにより現地で求められる実力を訓練している。2016年4月より経営管理専攻の中にグローバリゼーションコースが新設されるため、 グローバリゼーション専攻の募集は停止され、2019年4月には、グローバリゼーション専攻は廃止となり、専攻は経営管理専攻のみとなった。エカンピスビジネスブレイクスルー大学大学院が、学習システムとして取り入れているのは、文科省認可の経営大学院として、日本初である、オンラインによる遠隔教育システムである。オンラインといっても、 一方通行型の良い,いラーニングではなく、講師人から直接指導を受けたり、国内外の受講生との多流試合による議論を実現する双方向型のシステムである。講義は独自に開発されたシステムエカンピスを通じて、時間や場所に縛られず、いつでもどこでも自分の好きなスタイルで受講可能。多忙を極める社会人が学習しやすい形態である。また、 オンデマンド方式の講義で、なおかつ同じ講義を繰り返し受講することもできる。受講に必要なのは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末にインターネット環境のみ、いつでもどこでも学べる環境を整えている。麹町キャンパス。 東京都千代田区2番町3番地工事町スクエア http コロンスラッシュスラッシュ www.o-mae.ac.jp スラッシュアバウトスラッシュアクセス html6 番町キャンパス東京都千代田区6番町1の7お前 ワークビル http コロンスラッシュスラッシュ,ュ www.omai.ac.jp スラッシュアバウトスラッシュアクセスドット html 日本経済新聞社日経 HR による共同調査2012年5月28日から6月5日に行われた調査では通信制の大学院の中で実質第一位を獲得また 2013年6月4日から11日に行われた調査では通信制の大学院の中で引き続き実質第一位を獲得している。項目目別のランキングでは仕事と両立できる開講時間のカリキュラムがある大学院部門で第一位、カリキュラムが充実している大学院部門で第二位、教授、講師陣が優れている大学院部門で第二位に入りくらいしている。 総合ランキング調査結果の記事内では、知名度で選ばれた大学院が多い中、教授、講師陣で選ばれたのは東日本7位のビジネスブレイクスルー大学大学院と紹介されている。日経 HR による調査。実際に学んでいた学生を対象に行われた2009年7月と8月の調査では第8位になった。通信制の大学院の中では実質第1位。 現在起こっている問題を解決する力、実務に精通した講師陣学生の多様性と交流頻度の高さが評価されている。日本の大学は学校教育法によって文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関から定期的に認証評価を受けることが義務付けられている。文部科学大臣認定の認証評価機関である。 公益財団法人日本高等教育評価機構が行った2011年の評価においては、大学基準に適合していると認定されたものの、理念、目的、教員、教員組織、管理運営、財務及び内部室保障に関して問題が認められるため、認定の期間を2015年3月31日までとされ、当該問題事項の改善状況を3年後までに、 再評価し、大学基準への適合について、改めて判定を行うこととされた。2014年に行われた評価においては、大学基準に適合していると認定され、認定の期間は2019年3月31日までとなった。2018年度の期間別認証評価では、ビジネスブレイクスルー大学は7年間の条件なし適合となった。 二千十二年度の経営系専門職大学院認証評価においてビジネスブレイクスルー大学大学院経営学研究科グローバリゼーション専攻は本評価を行った結果不適合と判定されたこの結果に対してビジネスブレイクスルー大学大学院側は専任教員に対する考え方の違いによるという見解を示した上で大学基準協会に対して 異議申し立てを行った。大学基準協会はこの申し立てを受けて再審査を行ったが、一部分の情報を除いて、同大学側の異議申し立てには理由が認められないと結論付け、改めて不適合の判断を下した。その後、グローバリゼーション選考は2014年に行われた追評価においても不適合と判定された。大学側は再び異議申し立てを行ったが、 基礎となる事実に誤りはなく、異議申し立てには、理由が認められないとされた。2014年度の経営系専門職大学院、認証評価において、ビジネスブレイクスルー大学大学院、経営学研究科経営管理専攻は、本評価を行った、結果、不適合と判定された。ビジネスブレイクスルー大学大学院側は、2012年度の 異議申し立てと同内容の申し立てを行ったが、大学基準協会は、同大学側の異議申し立てには、理由が認められないと結論付け、改めて不適合の判断を下した。経営管理選考は、2016年に行われた追評価においても、不適合と判定された。これに対しても、異議申し立てを行ったが、基礎となる事実に誤りはなく、異議申し立てには、 理由が認められないとされた。経営管理選考は2018年に行われた評価においても不適合と判定された。大学側は異議申し立てを行わなかった。その後、同選考は2019年に行われた追評価において問題事項が概ね改善されたとして2020年3月26日に適合と判定された。 適合期間は2020年4月より2024年3月までとされた。なお、問題事項を従前に改善するにはさらなる取り組みが求められることから、本件に係る報告書を取りまとめ、十分な対応が図られたと認められるまで、毎年提出されるよう要請するとの復帰がなされた。ありがとうございます。